現在バイオパークのミヤキャット展示場では5頭の赤ちゃんを見ることができます。この子どもたちはですね、お昼、10時から11時ごろ、夕方は3時から4時ごろ、よく動いている姿を見ることができます。日中はですね、暑すぎるので日陰で休んでいることが多いですが、いい時間を狙ってきてもらえるとよく動いている姿を見ることができます。お母さんを真似してですね、立ち上がったり穴を掘っている姿も見ることができます。この可愛い姿見ることができる期間短いので、ぜひバイオパークに遊びに来てこの子どもたちを見てみてください。